去年、中間市で3歳の息子を虐待し死亡させたとして両親が傷害致死などの罪に問われている事件その裁判員裁判の初公判が開かれ母親は起訴内容の一部を否認しました末松亮が被告と妻の歩美被告は去年8月中間市の自宅で当時3歳の息子愛斗ちゃんの頭を殴りその後死亡させたとして 傷害致死と傷害暴行の罪に問われています今日の裁判で両賀被告は何かしら手を加えたことは間違いありませんと起訴内容を認めました一方歩美被告は私は手を加えておらず凶暴もしていないと起訴内容の一部を否認しました判決は来月5日に言い渡されます